広島八丁堀り店最近の店舗は復活びっくりラーメンになっている福島店大阪市福島区福島7-2-12びっくりラーメンの一例びっくりラーメン一番はかつて存在した日本の外食チェーンストアの一つ2007年8月に吉野家ホールディングスに買収され完全子会社の株式会社 R1 となった 同社は2009年8月に生産されたため、現存しない。かつては、株式会社ラーメン一番本部が、直営及びフランチャイズのラーメン店として、びっくりラーメン一番を全国展開していた。看板商品は1杯189円の、びっくりラーメンで、ラーメンを茹でる機械、餃子を焼く、機械等の自動調理器の導入で、コスト縮減を図っていた。 2006年頃から閉店する店舗や24時間営業を取りやめる店舗が目立ち始めた。週刊東洋経済2007年7月7日号に、不採算店を閉鎖しながら380円ラーメン店への転換を進めているという記事が掲載されたが、その直後、大阪地方裁判所に民事再生法の適用を申請し、吉野家 D&C が設立した子会社。 株式会社 R1 に事業を譲渡した。譲渡価格は約8億円であり、この時点ではラーメン一番の店舗は約200点存在した。事業譲渡により、吉野家ホールディングス参加で事業を抜本的に見直され、390円ラーメンを主力とする面下五条弁慶への転換が行われ、立地に問題があり。 採算が取れないと判断された店舗の閉鎖も進められた。しかし、吉野家ホールディングス参加でのラーメン事業は、不審を極めることとなる。吉野家ホールディングスの安倍修司社長は、2008年10月17日の日本経済新聞の取材に対して、野号や価格などを全面見直ししたのが失敗であり、2010年2月期に黒字化の見通しが立たなければ、 売却や生産を考えると表明した。この時点では、R1 が運営する店舗は、約90店となっていた。値上げによる客離れに加えて、小麦粉価格の高騰に伴う、コスト増もあり、2009年2月期の営業損益は、約8億円の赤字となった。2009年6月18日、吉野家ホールディングスは、同年8月末で、 ラーメン事業から撤退することを発表した。同年5月末時点で58点存在した店舗は閉鎖または譲渡されることとなった。撤退の目的は不採算事業を整理して主力の牛丼事業に集中することにあるとしている。ラーメン一番本部に関するカテゴリーありがとうございます。